どうも、始まりましたラジオカモメンタル2でございます。カモメンタル牧雄です。岩崎裕大です。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。ちょっとね、時間が空いてしまいましたけれども、っていうのも今舞台甘美なる誘拐の、本番期間中でございまして、今日からスタートしましてね。まあね、これが、これのせいでも別にね、更新してなかったっていうわけではね、ないんですよ、別にね。ああ、ね、まあ、やっぱりなんか、再生回数の少なさで、やっぱりどうしてもあみたいなとこあって。あ、そうなんですね。宇大さん的にテンションがなったよ、それは。だってさ、最後やったのもう結構前でしょ、夏の、だって覚えてるのがね、あっくめ終わり、そう、あっくめ終わりか、旅行、夏旅行行ったんですけど、はいはい、旅行に、はいはいはい、それの前に撮って、結構長い時間撮って、それを3分割にしてアップしました。で、それ以来撮ってないし、で再生回数どれぐらいですか、今。今ね、でも1000ぐらいですかね、ちょうど。一番最新のやつは3分割して最後のやつが1000やっとったよ、やっぱ1000って。まあまあ、まあ、しょうがない。あとコメントでちょっとネガティブなコメントもついてたりしましたよね。最悪じゃん。なんでやるんだよって話だから。なんかまあまあ、でもまあ、でも ね、時間が来ましたし。例えばさ、旅行行ってさはい、はい、で旅行の前の日にね、一個仕事があって、まあ、これも発表になってるけど、ね、その ランページさんのね、コント番組、コントコラボみたいな、楽屋で明日から旅行なんだよ、でちょうどなんかさ、はい、なんか地震が来るとかいうさ、なんかこう噂があった頃、そうでしたね、でだとしたら、あの、じゃあ俺明日から伊豆に行くんだよな、みたいなこと言ってたら、言ってたね、そしたら牧雄もなんか伊豆とか言って、はいはい、でしかも偶然でしたね。聞いたら俺は三鳩屋に泊まったんだけど、牧雄は鳩屋に泊まって、はいはいはい、そうか、だからそれでさ、実際さ、牧雄初日の日が、牧雄一泊で、一泊、俺は2泊3日だったんだけど、初日さ、ええ、だから三鳩屋と鳩屋と同じ系列だから、三鳩屋が海に近い方ね。そうですね。鳩屋、牧雄の方は山の方、山、いずれこう分かれてるっていうか、両方美味しいみたいな。で、鳩屋に泊まってる人は三鳩屋のプールにも入りに来れるんだよね。はい、で、初日牧雄が来るって言って、やっぱ避けたよね。そうだった。行かないようにした。やっぱ初日。確かに。まあ、まあ、そもそも2泊3日あるから別にどうしようかな、まあ。行かなくてもいいけど。確かに。まあどうしていいか分かんないよね。あっちゃって。2日目に行ったのよ。はいはい。プールに。プールに。そしたらなんか一人の人が話しかけてくれて。昨日牧雄さんもいたんだ。いや、それはびっくりだろうな、その人からしたら。あ、そうですか。あ、じゃあ僕は何も声かけられてないから。分かったろうね。ああ、そうなの。でも知ってくれてる人がいたんですね。ああ、牧雄さんですよねとか言ってなかった。言われなかったっすもん。へえ。一人、いや、そうです。それはもうだからその時はすいませんって言って謝ったけど、いらないノイズを。いや、そんな嫌な感じで。家族の旅行の中に、なんでカモメンタルが2日に。ノイズなんでだーってさ、気になっちゃうじゃん。せっかく休みに来てるのにさ。なんでそうか。一日ずらして。一緒にいるわけでもなくね。今日はなんか旅行にどっか行った時に、お天気さんがバラバラにさ、一日おきに来てたりしたらさ。なんでお天気だったの？びっくりするでしょ、なんか ややこしいなと思うでしょ、なんだろうとか気になっちゃうでしょ。で、そういうことを人に起こさせてしまったんだなっていう。いや、あのね、旅行の時俺大変だったのが、そうですよね、台風来てたでしょ。はい、だから牧雄はちょうどいい時だったよね。まあそうですね、普通に帰れました。で、俺が2泊3日でようやく牧雄も帰ったし、やっとこれから羽を伸ばせると思ったら、次の日が、で俺が2泊3日の3日目が、もう何、まずね、情報として入ってきたのは、新幹線名古屋東京間がもう何、予定、何て言うの、あれ、予定運休みたいなのが
計画運休みたいなさ、はいはい、言ってましたね、もう休みにしちゃうって言って、うん、で俺ら新幹線の中で踊り子何号みたいなそういうやつだったんだけど、うん、でも新幹線が止まるんだったら、うん、それもなってもおかしくないだろうっていうことで、うんうん、でも見たら まだ一応大丈夫そうだったんだけど、うん、いやでもどうなるか、まあ、結局、うん、その3日ねギリギリで何だろう途中駅に行ったら止まってるとかなっても嫌だし、その朝になって、うん、で俺考えたらどうしよう、うん、切り上げてもう2日目に帰るか、そういう人は多かった。でもねここでねもう逆転の発想というか、うん、これもう一泊するってスケジュール見たら相手はいる、おお逆に伸ばす、そうそうそう、うんうん、これはなかなかね俺の今までの人生でない決断のタイプというか、うん、宿はそんな伸ばせるもんだったんですか。これがね逆にもうキャンセルが出てるわけですよ。あそっか、来れない人がいる、むしろ、はいはいはい、空いてんだ、うん、でなんかその鳩屋さんにちょっとなんか、うん、俺も、まあ、知った仲じゃないですかみたいな気持ちでこう行ったらフロントにね知ったんだからまあ200もして、あやっぱ200した人間がもう一泊したいと言った場合、うん、それはやっぱり、うん、えねえちょっとあれなんだよみたいな感じでおそんな交渉を言ったのよ。ほうそしたらそういうのはないですねみたいな感じでそうやって言ったんだ。あそうなんですかみたいな感じで、あいやそれはね俺も言い方だけど、やっぱりこう子供たちともちょっと考えてて、まあどうせ泊まるんだったら他のホテルにね、うん、行っちゃった方がいいのかなっていう、それはやっぱり刺激がやっぱありますからみたいな。でももしかしたら同じ部屋でもう掃除もしなくてよいいなったりして、で、うん、そのなんかそういう割引とかもしあるんだったら考えようかなみたいな言ったら、うんね、いやそういうのはないですねみたいな感じだったから、たでまあネットでさらに取るともしかしたらそのでそこでの中で提示された金額はめちゃめちゃ固い金額なのよ、本当に定価通りっていうか。あそでちょっとビビっていやその金はちょっと、うんいかそか一泊そもそもそんな高いんだとか思いながら、でネットで撮ったらもうちょっと安いかもしれない、うんうん、その代わり夜の手品ショーとかは見れないかもしれないけども手品も2泊見てるから俺あ見なくていい、もちろん見なくていいから、でもやっぱ他のところがねやっぱボロボロキャンセルが出てて、うん、やっぱちょっと お得なのよ、うん、あのネットの方がだから半額ぐらいで、うん、他のところでもう一泊できるってのは、まあそれは一番いいじゃん。まあまあ、まあ、別のところで、ね、うんうんうん、でしかもあの台風ってイコール外出れないわけだから、うんうんうん、違う宿の方がいいからっつって、いや別の宿で、ね、泊まって、だからねそういうトラブルね、いや正直もうどうしようかと思ったのよ。で俺が決断しなきゃいけないことじゃん。もう、うん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 、でやっぱ切り上げてもともと2泊だったの1泊で帰るっていうのはちょっとやっぱ嫌だっていうか、まあ、俺も嫌だし、うん、子供たち的にもテンションで、ここでのもう2泊3日が1泊になるかもと思わせきや、うん、逆に3泊行ったっていう、うん、まあでも3泊で帰るってよかったですね。もうそれはねよかったんですよ。でもそれ楽しめもしたんですか一応。あ楽しかった楽しかった、うん、それはすでに全然、うん、ただまああの露天風呂が、うん、なんかは当たり前のようにこの日はやあの受付したらで今日台風なんで露天風呂は使えませんって言われたのとかはちょっとっていうような感じだったけど、台風の露天風呂いいじゃん別にとかなんだけどまあいろいろあるみたいで、そうそうそう、へえ、いやすごいね。ありましたよ。だからあれから1ヶ月もいろいろ台風もねありましたけど、はい、あとなんだろうな、あカモメンタルと劇団カモメンタル の、 あのアックメが配信がスタートして、ね、1回その期間が終わりで今さらに延長になってますけど、はい、まあ、それのチケットがね、はい、再生数YouTube の再生数またそういう話になっちゃう、比例してスクワット、宇大さんツイートされてましたよね、でもあのツイートの後ちょっと増えましたね。ちょっと増えましたね。うん、まあでも、まあ、正直ね、なんか
まあ俺悲しんだみたいな素振りも見せましたけど、うん、まあ正直なれっこじゃないっこじゃないですか。まあまあそうですね、今回のこと、うん、160枚だったのかな。まあなれっこなんだけど、ちょっとやっぱちょっとね、うん、ショックですみたいな感じで、うん、ちょっと、うん、ツイートしたら少しね、少しだけ伸びて300枚まで、うん、わーすごい。でも毎回ね、そう、うん、ダウ9番とかさ、話してさ、何枚でしたっけ、うん、すごいんですよね。いやだから、もう印象1万枚で、1万枚何枚さ、忘れちゃったけど、あでも何千枚は言ってるよね。だから、うん、そう、俺、カムメンタルよりもよっぽど、もうだから本当になんかプロとアマって感じだからさ、俺たちって趣味でやってんだから感じちゃって、ぜひね、もしまだ買ってない方言いましたら、まだ買えますんで、これがね、9月22日までなので、もうまあそんな何千枚とかね、もうあれだけれども、本当1枚でも多く買ってほしい。面白いことやってるだけじゃダメなんですか。ダメなんだろうね、この世界。そうなんだよ、セールケースでいいじゃないですか、それのみで。だから嬉しいのが、魚とさんってあの漫画家さんがツイートしてくれてたよ。なんか、ね、なんでこんなおかしい世界、おかしいことが起こってるんだ、世界、世界で、我々がみたいな、カムメンタルのあれが伸びないなんて。そう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 、世の中おかしいことあるけど、これはなんか消せないよみたいなことまで言ってくれてましたけど、うん、こんな売れてないなんてって。だからあれですよね、地球は動いてるんだっていう、そう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 、地動説を気に入った人が最初、うん、受け入れられなかったかのように、それでも地球は動いてる、うん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 って言ったんでね、名言、ガリレオ、亡くなられた、亡くなられた後それが証明されたと。それでも地球は動いてる、うん、だからそれでもカモメンタルは売れているっていうはずの、本当はね、それでもカモメンタルは面白いか面白い、っていうことをなんか唱えてくれてた。いやー、なかなかね。いや、ちょっとね、今回だからさ、ちょっとさ、うん、劇団カモメンタルで毎回苦戦してるのあったじゃん。はい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 。で、カモメンタルにしたら、うん、カモメンタルの単独ライブって今回になった時に、うん、配信じゃなくて実験、うん、兼そのライブ会場に足を運んでくれる人っていうのは、うん、増えたっていうか、ね、そう、その売れ行きが早かった。売れ行き早かった。うん、カムメンタルにしたらやっぱ、うん、あ俺もダウ9万になれるんだって逆にそこまで思っちゃった減って、うんうん、ってことを思ったらはっていうか配信になると160 いや160ってさ、いやありがたいよ、ありがたいけど、10年前にキングオブコント撮って、うん、そっから俺がどれだけ頑張ってきたかっていうかさ、そういうこといろいろ振り返るとあまりにも少ないいや俺かけずり回って頑張ってやってるのになっていう、で M1 とかも挑戦したりもあったじゃない、ザ・セカンドで惜しかったりとか、そういうのもいろいろあって、満を持して再びカムメンタル単独ライブやりました。でまあチケットはいい感じでその時は売れて満員になりました、うん、できっとその背景にはそこにたどり着けなかった人がいっぱいいると思って、うん、やっぱ想像してって、だから2人で160枚あちゃー一緒だよね、だから劇団カムメンタルのカムメンタルも結局変わってない、変わってなかったのかな、誰も期待してないんだなっていう、うん、ところでさ、ちょっと少ないですね、ちょっと参っちゃったよね、うん、まあ今は300ぐらいまでは増えたのかな、だからまあ、まあね、できたけど、まあまあでももっとね、今まででさ、うん、久しぶりになんかこう嬉しい誤算だったじゃん、あのカムメンタルのチケットは、うん、今回チケットなんか今回順調ですみたいな感じで、かなり早い段階で、うんうん、今までにない売れ行きですっていうような感じになって、うん、なんか本当久々なんか嬉しい日、誤算というか、うん、だと思ったら、いや俺も配信長者になりたかったよ、うん、まあそこはまだちょっとね、すんなりは行かせてくれないって感じでした、ね、それでいうと今回の舞台
甘美なる誘拐は、まあそれは別に僕らのとか宇大さんのあれじゃないのかもしれないけど、うん、だからまあまさに主演の藤井直樹さんの人気と、ね、まあ、あと他の出演者の方々の人気度ですけど、まあ一気にね、速乾でしたね。速乾でしたけど、うん、で今日も初日 ね満員で、まあまだそんなに感想とかは聞けてないですけど、ね、うん、皆さん楽しいって言ってくれてる、面白いって言ってくださってるの、はいはい、これは嬉しいことですよね、うん、まあこれはもうでもほぼチケット取れないのかな、もしかしたら当日券とかで来れるのかもしれないですけど、うん、これはあっという間に終わっちゃいますからね、まあね、もう月曜日で終わっちゃいます、はい、明日16日の月曜日で終わっちゃいますけど、今日何曜日、今日がこう今金曜日です、じゃあ明後日には終わっちゃう、まあ、短いですね、うん、はいはい、あとね、カメンタルとしてはね、アンダー25のね、MC が来週なんで、ファイナリストがついに決まりましたね、これもこの間の時はまだ決まってなかったんですけど、ナユタとかね、ヤッホイ、デンショバト、清水俊平、ダブルグッチ、江戸川ジャンクション、これなんて読むんだったっけな、これすごいちょっと難しい読み方ですけど、であとちょっと虫女いやこれね、なんて読んだったっけな、うん、ごめんなさい、ちょっと独特の一回調べたんだ、一回調べた、一回調べて、あーこういう虫女香りみたいな引きつけるっていう字ですよね、ああごめんなさい、てかもうこれ画像がちょっとうまく出せない。惹かれるみたいな。うん。ごめん、土出せる。いや、俺も、まあまあ。あと、リバーマン、友田、俺、ガングリオン。ってことでございますんで。あ、友田、俺ね、うん。で、このね、そのごめんなさい、漢字、今、僕が読めなかった人、はいはいはい、早稲田なんですよ。早稲田の、しかも文学部だから僕ガチっていうか、俺マジで最近ほんと老眼でさ、ええ、もう今みたいな文字全然見えないえ、あ、そうですか、うん、さっき僕こう出してた画像のやつが、うん、あれちょっと変わったフォントだったじゃん、そうですね、引き目かぎばな、引き目かぎばな、引き目かぎばなさん、引かれるに女って書いて、うん、香る花で引き目かぎばな、引き目かぎばな、引き目かぎばな、あ、かぐ花だ、早稲田のルード出身だって、うん、で友田俺も多分そうよ ね、いや伝書バトは僕阿部大さんこの間アンダーファイブでも一緒なんでね、これは駒沢大学の学生お笑い、25歳以下ってことだね、うん、楽しい、これの決勝が22日、来週日曜日、これも配信あるらしいんで、加賀谷と僕らが MC ってことで、あ、宇大さん、そういえば野菜ワングランプリの審査員、はいはいはい、あれも配信でね、小島よしおが主催してるね、あれすごく楽しい、はいはい、あれ宇大さんめっちゃ審査員として笑い取ってましたね、めっちゃいい感じなんですね、審査員コメントも慣れてきましたね、宇大さんね、うん、まあやっぱり ABC グランプリとの緊張感とは全然違う。リラックスしてたね、確かに。なんかこう、あそこと比べると。そっちだとやっぱりさ、本当に、なんかあんまり、そういうプレッシャーはそんな感じずに。ああ。まあそもそもね、野菜ワンって何なんだろうっていうところだったから。ああ、うん、確かに確かに。いや、面白い。楽しくやらせてもらいましたよ。きっとね、はい、今後もあれどんどん人気になっていくんじゃないかなっていうね、うん、あとはキングオブコントの決勝が発表になってます、ファイナリストが発表になってましたよ、ね、カカオ、ダンビラムーチョ、シティホテル3号室、コットン、日本の社長、ファイアーサンダー、ヤダン、ラブレターズ、隣人、ロングコートダディっていうことですね、で、ヤダンと日本の社長、うん、ファイヤーサンダーは去年からですかね、うん、2年連続、うん、そう、ああそうね、隣人ファイヤーサンダー、あとラブレターズとか、うん、と結構2年連続の人も多いですね、日本の社長に関してはもうもしかして3年連続
かな、そうですね、ああそうそう、でヤダも3年目、ロングコートダディと、コットンは1年置いてまた、いやーまあでも結構おなじみの顔売れっていう印象ではあるかも、ね、うん、うん、そうね、うん、カカオとか新鮮ですけどね、うん、いや見たことないな、うん、楽しみですね、うん、シティホテル産後室も多分初ですよね、はいはいはい、ダンビラムーチョもね漫才の印象あるけどコントもいけるんだっていうことで、いやまあ楽しみですね、うん、ヤダンとかねすごいな、それこそこの間のランページのねその番組、即興でコントやる番組で一緒でしたけれども、でラブレターズもそうじゃん、ああそっかそっか、ラブレターズも一緒だったか、でちょうど明日明後日であるみたいなこと言ってね、うん、あそっか、そういえばさ、その朝食前で朝さ、はい、あのその旅行の話に戻るけど、うんうんうん、朝ね、あれまだね準決勝じゃないかもね、準々決勝とかだった、ね、そうだったのか、はあはあ、あの収録の時が、はい、で俺次の日旅行行くっつってさ、うんうんうん、朝、うんうん、ね電車乗ってたらさ、うん、あのそいつドイツの刺身が、うん、あいつの中央線だから、うんうん、朝俺たちが家族で、うん、中野だからまだその普通の電車の中に家族旅行行く前として俺たちが行った時に、うん、刺身がいて、うん、あーとか言って、うん、であのスパで俺が連載してるさ、あのあーなんか書いてる、僕の反省みたいな、うん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 、でそこのであれ見てますとか、今一番熱いとこっすよねとか言って、でちょうど本当キングオブコントの決勝のぐらいの時だったの、うんうんうん、で、あそう刺身あれだよなと思って頑張ってみたいな、こうって言ったら速攻で落ちてた。いやなんかねちょっとねそういうあったりするとなんかいいことがあったりするのよ。大抵ね、大抵っていうか、うん、だから、うんうん、あこれで刺身いったら熱いなとか思ってたんだけど、だからその1個前ぐらいで起こっちゃってて、でなんかそっからねまたその直後に俺また中央線だったのよ。お俺がそもそも電車乗るってそんなにないから、結構チャリ移動が多いから、うんうんうん、でまた刺身にあったの、うん、でも刺身なんか薬病神を見るような。逃げてって、いや そりゃそうかもなと思って、あいつらのあの家族旅行さえ見なければみたいな、刺身は刺身と思ってる、思うよなと思って。そういうの僕優勝した年あの決勝の直前に小峠さんにたまたま下北沢で会ったんですよね。会ったでしょ。で、うん、俺は浜川さんに会ったのよ。じゃあのザ漫才でちょうど優勝した。おお。俺たちその次が馬梨山さんで。はいはいはい。馬梨山さんと俺たちは同じ年なんだけど、実はそのザ漫才の方が後に決まるから、うん、俺らがキングオブコント優勝した時の現役の漫才の方は、うん、当時 M1 なかったから、うん、ザ・漫才の浜川さんだった。あった。浜川さんだって。で、なんかこれいい感じかもなみたいな話をなんかこうしてて、なんかで浜谷さんもなんかその時直前で誰かその王者の人に会ったみたいなことを言ってた気がして、言ってたんだよ確か。でだから そんな流れがあったから。おお、あそっか。あその話もし、僕はそう小峠さんに会ったんだな。いやその話覚えてるわ俺。不思議、そういう引き寄せっていうかなんかあるのかね、そういうのが、うん、王者に会っていうのを、うん、それをだからしてあげられなかった、してあげられなかったっていう。まあでもヤダンラブレターズは一応前日にはあって、まあそれでも使い果たしちゃったのかな。日本社長さん5年連続え5年連続あそっか、3年どころじゃないんだ、ね、うわそっか、年齢だってすごいね、もう笑い飯さん的な散財に。そんだけネタを揃えてるっていうのがすごい。あとそうだ、じゃあちょっともう時間があれですけど、カモメンタルでしたよね、でもそういえば来週ね結構ライブがいっぱいあるんですよ、あのいっぱいっていうか、うん、言ってみてじゃん。それでもなんか20日の金曜日にあるリニアの、うん、それこそザ・セカンドですけど、これはね、あのザ・セカンドでなんか優勝するネタを作るライブみたいなのリニアがやってて、20日の金曜日に、うん、でもこれ夜 9時からとかなのかな、うん、ちょっと遅めの時間ですけど、はいはい、
あと21日には下北ドームというところで、あの TBS の浦口さんがやってるライブね、下北ドーンという劇場でやるんですけど、ね、衝撃ドーンライブというのもあります、で22日日曜日はアンダー25があるでしょ、あと宇大さんは23は大喜利ライブ、あそうだ、ね、あそれもそっか、ずいぶん先の話かと思ってたけど、もうそうですよ、であと29はパンチラインライブって僕が、あの曲がりさせてもらってる芸人バーパンチラインっていうところで、そこで働いてる芸人さんとか、はいはいはい、関わってる芸人さんがやるライブにカモメンタルも出ますね、まあ、詳しくは僕らの X とかであの告知してますので見ていただければと思います、はいはいはい、さあ、そんなところでしょうね。まあまあ定期的にね、まあ、これからも、はい、やっていきましょう。あ、そうだ、これ気になる。これちょっと繋がってないんですけど、これ今にこの繋げる端子を買ったら、これまた前にいただいたんでしょ。あ、そうなんです。送ってくださったんです。ありがとうございます。これ見てるリスナーの方がありがとうございます。繋がってるところでこれを買ったよね。くれて、だからあの音が悪い問題で、いろいろ心配してくださってんね、びっくりしたんじゃない、やっぱ私送って音良くなっただと思って聞いてくれてたら、そうなんですよ、気持ちだけね、マキヤが用意してくれた、いざ繋ごうとしたら、ちょっと端子が、あまだこれだった、これを iPhone にこう繋げる変換を買わないとあれなんですけど、そうそうそう、でそれも入れてくれてたんでしょ、本当は。そう変換するやつ、そうそう、変換のも送ってくださってたんですけど、それ言わないでさ、もう今日あいつとか言って、いや、なんで見つけられるんだ、そうそう、すみません、それが送ってくださってたのが、そう、これだ、タイプ A、 あタイプ C、 これがタイプ C なんだけど、これをタイプ C はいいんでしょ、そうタイプ C とこの USB を変換してくれる、うん、やつを送ってくれようとしてたと思うんだけど、こことここは、結びつかないから、同じ、そうチンコ同士みたいなことにしない、チンコ同士じゃない、チンコ同士っていうことでぶつかり合ってる、ヨガ好きな、なんかカブカブとな、カブトハウスじゃない、ニューハーフの俺が好きじゃない、好きやめたの、やったことない、なんで俺が好きとか知ってんの、好きじゃない、カブト合わせとか知識だけはあんの、そういう。そうですよ、絶対やらずには死ねない。チャンバラね、チャンバラ。そうだ、これは変換を買いますんで、そのうち。ということで、じゃあ、今週はこれで終わりにしましょう。はい。ありがとうございます。また来週も聞いてください。さよなら。さよなら。